の中に。まさか巨人。分隊長、指示を。ちょっと待って。あの巨人に日光を当てるな。そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか。なぜ仮面の中に巨人がいるんですか。そしてなぜあなたが私は忙しい。教会の信者がめちゃくちゃにされた貴様らのせいだ。被害額を請求する。ふざけんな。ブッテジュン、ヨルナ、お前ら我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。いいか、お願いはしていない。命令した、離せと。そしてお前が無理なら次だ。何せお前一人の命じゃ足りないと思って。ジオ、離せ。今離していいか。今だ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。だから今この手を離せ。分隊長。嘘嘘、冗談。ねえ、ニュークさん、壁って全部巨人でできてるの。少し手心ってもんが人にはあんだろう。あんたが力いっぱいぶつかってくるから、こっちも相応の返しをしなきゃいけないんだよ。あんたも男ならさ、私のこのか弱い体をもっといたわるべきなんじゃないの。はあ、お前の冗談は面白くねえな。力でかなわなきゃ、なんで俺は倒れててお前は立ってんだ。ああ、力で投げたわけじゃないんだ。相手より力で劣るものが自分を守るための技術だったりするからね。あんたも知ってて損はしないよ。わかった、少し休憩しよう。行くよ。兄、降参だ。降参する。降参、降参なんかしてないで学習しなよ。力の使い方と女の子との話し方を。分かった、覚えるから話せって。そう、そんなにもっと知りたいの。なんでライナーが降ってくんだよ。ねえ兄、ああ私にもそれ教えて。どうかな、この技は人間用なんだ。あんたに必要あるとは思えないけど。
ただ猛獣に通用するかどうか興味はある。マジかよ、ついに。おいおい、あいつらがやんのか。夢のカードが。どっちだ。やっぱり兄かな。はバカか、俺はミカサに晩飯全部だ。お前はどっちだヘレン。俺は See, once again our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head.